はい、やってきます。お願いします。今回はこうからのこうからのこうからのからの一回こうっておっしゃってましたね、中村先生は。あれ、これって風打つんよな。これは風打つんですね。からの風ついて、風ついて、飛車浮きから金寄っての白鳥座戦法。白鳥座戦法、いっちゃいます。中村太一チャンネル。うわ、それ、どうしよう。あ、それ、歩ついていいのか。これ、銀でここ狙ってるんですけど、角道でここ受けて、似たようなことなってましたね、中村先生の実戦も。これ、角上がって、大丈夫かな？で、歩ついてましたね。あと、金引くだけ。よし！はい、よし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 、オーケー！よしー！よしー！で？で、どうすんの？な。で、どうすんの？マジであの動画見たときも思ったけど、白鳥座できたウェイパチパチじゃないんよ。そっからどうさすか教えて、中村先生。できたパチパチじゃないんよ。それもゲーム性変わってるんよ。将棋って何かできたパチパチじゃないんよ。マジで。これ次放っといたら銀出られるし、歩突き同歩同飛車は歩で飛車閉じ込められて飛車詰むし。パチパチじゃないんよ。これマジでやることないねんけど。銀で圧迫されたらきついし、飛車回ったら歩突かれて。は？歩突き同歩同飛車は歩で飛車詰まされて、ひどいでしょう。暴れ方ないし。中村先生こうやって揺さぶってたけど、銀なら、こう出る手がなくなるからまた真ん中戻って、でもそこで銀引かれて飛車戻って、銀出て飛車戻ってってしたら、千日手ですね。先手番で千日手って許されるんでしたっけ？うわー、なんか中、そうか、そこがあるか。飛車回る手防ぎながら飛車走る不正で。ねーねー、中村先生。中村先生。助けてー。中村先生、助けてー。これ次角で飛車。あ、でも角で取ってくるのは最後銀取れるからまあいいか。あ、先生こうやって使ってたよな。これでも KK 痛すぎんねんけど。KK 痛すぎ問題について話し合っていかない？いやーでも使うしか勝てないでしょう、駒は。組めたパチパチじゃないよ、マジで。これ桂跳ね防いで銀か。もう同銀なら同角で暴れていく。これでも同角っていくと飛車走られんのよな。勘弁して勘弁して。あーでもそれなら桂跳ね、あーでも次銀出で飛車詰むんか。もう全然楽ならへん。なんか助かったと思ったらまた別の悩み出てくるんだけど、私の悩みが解消されることはあるんでしょうか。歩打ついて銀で防ぎつつ、桂跳ね見せる？それは八角を狙ってるのかな。まあでも一回桂で追い払い。ああ、でも追い払ったのはいいけど、それ桂跳ねの余地作っちゃうから微妙か。で次八角で金狙われて、このアヒルの左足を狙われる感じ。やだねー。非常に嫌だね。嫌だ。嫌だの言葉しか出てこないね、これは。わかった、もうちょっとああ、いや、でもきついか。いや、歩突き同歩飛車浮きでこう回る勝負って見せようかと思ったけど、歩突きで止まっちゃうからきついんやろな。それは。歩突いて、歩突き見せつつ、ちょっと端角緩和しとく？
風つき。風つくとこれぶつけてくんの、もう。もういいわ。いけ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 。もう右肩がえぐいことなってる。右肩がもう、もげそう。アヒルの右肩がもげちゃう。え？銀くれんの？それはちょっと元気出るんじゃない？コマ毒っていう一応言い分ができた。言い分ができただけでいいとは言ってないですけど、まあ、さっきまで言い分が1ミリもなかったんで、言い分できたのは嬉しいでしょう。なんかもうよくわからんけど勝負的についとこ。同歩なら端角が金取りじゃなくなるし、同歩でここの空間開けとくと、後々銀打ちからこう飛車成り狙えたりして、結構嫌味だと思うんで、もうちょっと相手陣に嫌味つけてなんとか勝負勝負って言うわ。もうほんまえぐい。ほんまえぐい。ほんまえぐいんですね。中村先生動画で、過去一きついって言ったけど、マジで気持ちが、わかったかもしれない。中村先生と通じ合ってるかもしれない。銀引いても角交換して暴れに行こうかな。シンプルに角成り同桂飛車走りとか嫌？まあ一応角の飛車桂両取りみたいな反撃でいけるけど。いやーもういいわ。もう暴れよ。もうこれ銀ぶつけ見せてます。であと角交換してとにかくしばきます。中村先生。ちょっともう白鳥座囲い使ったら、一回鬼神みたいな感じで中村先生のアドバイス聞けるぐらいじゃないと、ちょっと割に合わん。割に合わんわ、これ。俺今までこう中村先生が使ってきた戦法を自分が使うときに、いや、これ中村先生永久で採用あるわ、みたいなことを毎回言ってきたんですけど、これはない。うん。これだけはない。断言する。この戦法に関しては、ないです。はい。残念ながらありません。角打つ？角なったらこっちも角なるね。これ同角の時どっちやろ？やっぱ銀ぶつけの勝負見せたいから同歩。でも玉の斜め開くの気持ち悪すぎる。でも同銀じゃ銀引いた意味がなくなっちゃうから。勝負で同歩か。いや、飛車詰ましに来てる。飛車詰ましに来てる。ここは歩突きで飛車が詰むから浮くしか、浮いたら大手飛車あるゆう。浮いたら大手飛車あるゆう。マジで言うてるそれ。マジの話してる？いや、でも浮くか。まあ、一応角で受かるから。しゃあない。被害を最小限に食い止めよう。同角で。この時これが桂取りやったらな。なんか希望もあるんですけど。なんで銀で紐ついてんの？おかしいやん。おかしいおかしい。しかし次これ角打ちとか角打ちとかなんか銀狙いやすいな。角打てば銀逃げた時角で桂馬取れますしね。これちょっと角嫌じゃない？桂跳ねられても、まあ一回逃げといて、怖いけど、なんか相手玉の急所狙ってるし、いや、ちょっと勝負してみよう。これあるでしょう。これは希望出てきてる気がする。気がするだけやけど。気がするだけなんですけど、元がマイナス1000がこうマイナス300になったみたいな、前を思えば的な、前を思えば救われるんですね。しかし桂跳ねで一回大手で逃げられんの、マジでマジでマジマジやわ。なんでこんな桂馬に逃げられなあかんの。逃げられない形であってもこっちが自信あるかどうかわかんないぐらいなのに、なんで逃げられないといけないわけ。おかしくない？配置がおかしいわ。でも一応銀逃げたら、うわー。
わ、そんなぴったりな手あんの？金取ったらどうけ？うわ、つらすんぎ。銀に紐つけながら角取り。つらすんぎ。しかし一応取る手はあるのか。同桂なら銀で桂馬取って攻めていくみたいな。いいかは知らんけど。多分取ったらこっち取ってくるんやろな。なんかね、ここの角がこう効いたのが残ってると、後々銀打ちから銀なりで寄せやすそうなんだけど、これ取られんの嫌やけど、まあもういいや。行くわ。しゃあない。しゃなしね。あえー、それは早か、早か、早かち。それは次銀嫌でしょう。これ、はい、勝ち案件じゃない？いや、中村先生を信じて。白鳥座囲いは最高って言ってた。最高ですって言ってましたから。A 級八段中村太一大先生が最高って言ったら、それはもう最高なの。うん。そのね、なんかこう、やっぱ、何でもそうですけど、こう、上から見る視点と下から見る視点ってこう、あると思うんですよね。だから、下から見たら、これ、ちょっと微妙じゃないと思って、もう上、より気力上の人から見たら、いや、実はこれはこういう展開が待ってて、実はいいんですよ、みたいなことが見えるみたいな。まあ、将棋だけじゃなく、そういうのどの世界でもあると思うんですけど、もう頂点に君臨する中村八段が最高言うてるんやから、そのね、ズブの素人の、そのね、ちょっと苦しそうみたいな感覚を持ち出してはいけない。そういうこと。信じろ。だからもう信じる力が問われる。いかに信じていけるか。もうその一点。その一点なんですよね。うん。これなんだかんだ良くない？いいは言い過ぎ？でも嫌でしょ？うん。元が悪すぎて、こっちが。それ思えば相当来てるよ。アヒルの足が踏ん張ってる。もうすんごい踏ん張り方してる。もうちょっとでこう、もうなんか広がりすぎて足もげそうやけど、ギリギリのところでこいつら踏ん張ってる。こいつらがいるおかげで飛車打ちがない。このけなげな足。まさにアヒルが、湖で、こう、足をもがいて泳ぐかのようなんですね。アヒルでしたっけ？足もがいて。うえ！左足がもげちゃう。やばい、左足がもげる。やめろ。それ痛いか？それ、痛いんかな？痛いと言われても文句は言えないね。さすがに。それ文句は言えないんですが。同金同飛車成って詰めろなんかな。これ自体は飛車成っても同玉で詰まないし、飛車成同金同飛車成も、引けば一応角の利き聞いてるから詰まないとは思うんですよね。ここで銀打ち打って、多分、銀打ちって詰めろじゃないんだけど、飛車もらえば、飛車打ちから詰むっていう形だと思うので、飛車もらえそうやから銀打ちで圧かけとくっていう指し方はあるよな。いや、行ってみるか。怖い。耐えろ。耐えろ。もうここから念の勝負。念能力。念の力。バンジーガム。これは、飛車切っても同玉。飛車切なって同金同飛車なり玉引く。飛車なって同金同飛車なり、敬愛して角打って上がって、金打ち同銀同桂なり同銀でもつまないか。うーわー、なんか攻防し飛んできた。しかしこれは一応銀なりの攻めがもうあるから。なんかないの。
銀なっても寄られてあんま意味ないのか。うげえ。ちょっと待ってくれよ。銀打ちとか銀使うんじゃ面白くない？でも相手も角使ったから攻め何してくんのっていう問題あるよね。いやいやいや、銀打とう。ちょっと角効いてんの怖いし、ここに受けにも効いててこの角邪魔やから、そういう強い駒を狙う。これが将棋。This is 将棋。あ、同角？両替。確かにこれで角と銀交換で本来相手の方駒損なんだけど、こっち角になっちゃうと頭に角ってもう王手じゃないから、ちょっと攻めが、クソ雑魚になってる可能性あるよな。いやー、なんか圧かけてくる。取ると、死んじゃうのこれ。取っても死なないと思うんだけど。飛車成り同玉。飛車渡したら相手玉詰むでしょ？飛車打ちから、多分。詰まんのかな？詰まんってこともある？いやー、来た！マジ？銀なって。ひえー、つまんの？つまんって言われた。それつまんはマジ？飛車打って逃げて銀なりは逃げる。飛車打って逃げて飛車なり。逃げる竜、金、桂、逃げ。うわー、つまんマジか。つまん説があんの？いや、それ聞いてない。銀なって。銀になって逃げて。つまんか。うわ、マジか。ほげー。こう言って。逃げたら角成り同玉角打ち。逃げ飛車。結構危ないけどな。足りないかな。足りてー。嘘でもいいから足りて。嘘でもいいから足りてくれ。逃げたら、角逃げ、角なり。逃げられてすまんか、それ。いや、攻撃者、逃げ者なり。逃げ。いや、危ない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 。相当危ない。逃げたら角から積んでる気がしてきた。ちょっと説明できないけど。これ、角で積んだんじゃないかな。なってあ、逃げられてつまんか。寄られて。桂は？なんか飛車も効いてる。切って同玉飛車。くそ。足りねえ。足りないか。いやー、積んでたんかな。積んでた可能性の方が高いけど。いやー、ちょっと待って、まだ諦めないで。まだある、まだある。まだあるよ。金なら成銀取る、取ったら同玉。取って同玉角で受けなさそう。受けなさそう。なんか飛車打って同飛車って下がらせたら受かるみたいなウルトラシーもあるから、ちょっとそのワンチャンに全てをワンチャンに全てをかけろ。うわー、そうか、同金頭金か。くそ、これはダメだ。取って同飛車金で詰み。じらしプレイ。こんな時もありますよ。あー、最後つまんかったんかな。見さして。いやー、だから最後勝ってるやん。あれでも罪はないってこと？罪なら9900いってますもんね。あー、でもここで9900いってる。
角成りがダメな、じゃ、角打ちがダメなのか。角成ってたら詰んでた？飛車？素朴に。引くのは桂打ち。引くのは、引くと？引くとなんな。もう訳わからん。え？引くと？まあまあいいわ。とりあえず、金合いは、同成銀同金、角打って、合駒したときに、桂打ち逃げて、ああ！こんだけ合駒使わせたから、こっちの玉、頭金の積みなくなってるから、金取っ、うぃ、違う。あ、なって、合駒できないから逃げて、金打ち同玉、竜、合駒桂馬で積みか。え？でも、飛車打ったとき玉引くと？積んでんの、それ。あー。引いたら、飛車成り同玉角成り。逃げて角打ちっていう筋で詰みか。うん、そういう詰み筋があったんですね。いや、マジか。で、ここもまだ勝ってた。角打って逃げた局面もまだ勝ってて、本譜角捨てちゃったから負けだったけど、飛車打って、そうか。これも、上がったら桂馬で詰むから、合駒するしかないんだけど、合駒させるとこっちの玉詰まないから、同成銀からゆっくりぼちぼち攻めていけば勝ちってことですね。先方は最高でした。先方最高なんで、勝ちになってますね。ほら、もう大優勢。うん。先方は最高でした。指してる人が最悪でした。ありがとうございました。